安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。前田利家の次男、母は松。天正六年、小田氏の家臣、前田利家の次男として、終わり国荒らし城にて生まれる。父、利家が、豊臣氏に従い、加賀半国と越中三軍を加造されると、利政もこれに伴い、文禄二年に、のと国七尾城の城主となる。 同年、豊臣生を貸しされた。後、小丸山城に移り、いとこの前田と義氏が、七尾城に詰める。さらに、文禄四年、橋橋を与えられた。慶長四年に、父より能登に所領を分与されて、大名となった。また、同年に、大阪城の詰番主となる。年家後の慶長五年、豊臣政権後奉行の石田三成らが、 毛利リー・テルモトを擁立して五大老の徳川家康に、対して挙兵すると、兄、年長と共に東軍に属し、関ヶ原に向かう途中、北陸の西軍方の大償事情の山口総英を、落とし入れた。しかし、途上で、突如、年長たちは、金沢へ引き返した。金沢城へ引き返した後年長が再出陣するが、年政は動かなかった。その原因は、 妻子が三成の人質となっていたためとも言われる。また、利政は家康に対する反発心から石田三成方に気脈を通じていたとする指摘もある。店和夫は利政は妻子の救出を図ろうとしたが、事態が急速に展開し、利長が出陣したために病気と偽り出陣しなかったのではないかとし、石田方であったとする説を否定している。また、 天広市日記の一節を引用して、利市政が、石田方についたと家康に訴え出たのは、他ならぬ、理長であったと指摘している。関ヶ原の戦い後、西軍が敗れたために利市政は、能登の所領を没収され、その所領は兄に与えられた。その後は、京都の佐賀に陰性し、宗吉と合した。本上光悦とも親交があったとされる。 慶長19年からの大阪の陣では、両陣営から誘いを受けたが中立を決め込んだという。戦後、西軍の誘いに乗らなかった、豊島政の行動に家康脇に入り、豊島政を十万国の大名として取り立てる打診を、したが、自分は、王の春長の指揮下に入りたくなかっただけで、関東法への忠説を尽くす行動ではないと、辞退している。 ただし、利政の大名取り立てが実現しなかった背景には、母の吉原院の働きかけにもかかわらず、家康が元を左右にしたという事情や関ヶ原の、戦いの時の利政の行動を許せなかった兄、利長が拒否し続けた事情があったとする指摘もある。寛永十年、京都の長人、門倉与一邸で死去、去年十五、墓所は、 京都府京都市北区の大徳寺。なお、年正の子、直行は、叔父の加が藩主、前田利常に仕え、前田とさ守る家を建てた。関西重州諸家府、村川康平、日本近政武家政権論、37ページ。村川前景書二28ページ、笠谷和彦、関ヶ原合戦と大阪の三38から39ページ。 店数を、関ヶ原合戦前後における、前田利政の同棲 ISBN978 から4から864032070。瀬戸薫、江戸の吉原荷松、大西康政、食法期前田市権力の形成と展開、ISBN978 から4から864032070。ありがとうございます。